授業はここまで。先生は au のお店に行くので早退します。 iPhone 15 Pro ですね。バレたか。勝手すぎです。勝手で結構。私恋してん。恋。新しい iPhone に恋してん。美しいチタニウムのエッジ、強いなのに軽い、それが iPhone 15 Pro。 あ、ほな先生、僕もダメ。 iPhone 15 Pro チタニウムで登場。 au は機種代もお得。私恋してる。恋。新しい iPhone に。すごく久しぶりだったので、こう2人に会えてすごい純粋に嬉しかったですし、ちょっと緊張しました。ね、楽しかったです、ね、でも緊張した。緊張したどうでした。僕ですか、はい、あ、やっぱり久しぶりだったんで、うん、まあ、緊張しつつ、うん、まあ、いつもの感じだって思いながら、うん、まあ、でも今日僕芝居的には何もしてなかったんで、うん、あ、そんなことないね。もう恋してるシーンから始まり、うん、かわいい。で、僕になんか衝突してくる、はい、うん、僕はもう受け身だったんですね。珍しいですね。受け身です、うん、今回は。いかがですか。いや、私も結構初め緊張しちゃって、いろいろね、動きがあったから、そうそう、なんかこのセリフの時にこうしてみたいな、いろいろで、あんまり何回も繰り返さないで本番行くから、うんうんうん、確かに立ち位置入って即本番。そうそうそう、大変そうだなと思って見てましたこの下ろし具合とかも、下ろしすぎても残りすぎてもダメとか。でも楽しかったです。お久しぶりに会えて、うん、僕だったらあの YouTube で、うん、あー、なるほど、心霊系の。あ、じゃあ私それでそれでじゃないんだよ。さっきそういう話をちょっと曖昧にしてて、YouTube でそう、ダラシメンっていう人が、うんうんうん、あのチームがあるんですけど、大好きで全部見てるんですよ、もう動画、全動画、全動画見た上で、あ、もう一回あれ見たいな、もう一回あれ見たいなって、ずっと2週3週もしちゃうんですけど。あ、それは恋してるか。ずっともう、うん、いや、でも それ流れてると眠くなってくるぐらいのレベルになってる、うん、睡眠導入。そうなんです、そうなんです、怖いやつ、ね、そのぐらいだからもう僕は夢中になってます。私もその怖い系の動画、怪談とかを聞いたりして、毎日撮影の合間とかに、休憩時間に聞きながらご飯食べたりとかしてますね。そんな感じ。ごめんなさい、奪うみたいな感じ。半分奪ってました、ね、半分奪ってますけど事実なんで。西野さんは、私なんか最近現場で食べたそうめんが美味しすぎて、うん、その日朝と夜2回食べて、うん、おそうめん、それからもずっと食べたいって思ってるけどあれは何のスープだったのかが分かんなくて、うん、全然違ったんだ、うん、そのどうやっても今食べることができない状況に。あ、それはなんか誰かから聞き出すとかっていうのはできないですかできない、どうなんでしょう。なんかあれケータリングさんに連絡取って、うん、誰かに、うん、そうですね、メニューを。でもそんなに美味しかったんですね。めちゃくちゃ美味しくて今でも毎日思い出しちゃう絶対聞いた方がいいですって聞ける状況なら、そういえば、ね、その時聞けばめちゃくちゃ美味しかったんですけど、あれをもう一度っていう。あ、じゃあこれを見たら、ね、これを見てもらって、それ連絡れて遅くないですか。これだからもだいぶ先です。その前にちゃんと連絡取ってほしい。このまだ夏の間にね、うんうん、すぐ食べてほしいですね。それかな、食べたいと、うん、人並みですかね。そんなそうめんがめちゃくちゃ好きじゃなかったからこそ、そのそうめんの美味しさに気づけたというか、うまくそうめんの良さをかなり引き出したスープ、うん、とにかくスープが美味しくてで、なんかちょっと柚子胡椒的なものを入れて、あ、こだわった感じ。なんかそう、具がゴロゴロ入ってるわけでもない、あの感じが良かったです。一生懸命咲いてんなっていうのは思うようになりましたよね、やっぱさらに。でも僕名前は全く分かりません。
あ、いいんですか、そんなこと。あ、いいんです、いいんです、言ってます。公式的に言ってるんで、あれ勉強するために覚えるのと、セリフの中で覚えるのじゃ全然やっぱ違うんで、もうなんか覚えては捨て、覚えては捨て、まあまあ、全部覚えてるともう、たくさんね、どうしようもないんで、どん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 進んでいきますしね、速いですし、うん、なんでもう言ったことはもう全部もう次のシーンに忘れてるんで、うんうん、ただ日常でちょっとお花とかを見る目がちょっと変わった、ちょっと変わったかなってやっぱり、うん、っていう感じですかね、うん、か僕に植物のこと聞いても何も答えられない、よろしくお願いします。はい、わかりました。唐揚げ、揚げ物揚げるだけなんですけど、揚げ物ってすごいハードルが高いイメージがあるんですけど、なんかその揚げる気持ちよさみたいな、音とか、音とか、なんか、あ、なんか上がってく様が楽しい。食べたい。焦がさないコツは何ですか？あ、もうしっかり見守る。うん、しっかり守る。しっかり見守る。どっからいじるってことですよね。うん、僕はもう完全にカメラですね。あ、やっぱり。カメラです、カメラです。でまず、14でさえ僕はシネマティックモード。あ、はいはいはい、はい。もうあれがやりたすぎて。うんうん、もう胃の一番に死にましたティックモードです。めっちゃ綺麗ですよね、あれ。めちゃくちゃ綺麗でしたね。何を撮ったりされるんですか？あの人物とか、まあ、むしろあれで映画作れるぐらいなんで、人物だったりだとか、まあ、もう風景でも全然平気ですし、うん、めちゃくちゃ綺麗だなって思いながらいじってましたね、いろいろ。めちゃくちゃ良かったですね。あとは、動画とかも、動画とか音楽とかもやっぱ質は変わってくる。ああ、あれじゃないですか、内蔵スピーカーだったり。ああ、内蔵スピーカー、あの前の、まあ本当発売されてから徐々に徐々にやっぱりあの入ってる音楽を流せるじゃないですか、スピーカーで、うんうんうん、iPhone 自体で、うんうん、だけどその出てる音質でさえめちゃくちゃ良くなってきてません？うん、なんならこっちとあの受話器の方と下の方から出てるたりするんで、それこそゲームやるときとか、例えば iPhone で動画を見るとか映画を見るとかってなったときに正面向くとこっちから聞こえるんで、めちゃくちゃ立体的に聞こえたりするんですよ。とかっていうのは多分あの進化してってると思うんですけどね。じゃあ映画とか見たいかな、私は。うんうん、ちょっと違いを感じてみたいですね。いいと思います、いいと思います。どれだけ吸い付いてくるんですか？吸い付いてくるか、どれだけこうラグがないかです。それも違うん。あ、それも変わってくるんですか？なります。へー、全然、まあ本当多少のもう進化しすぎて多少の誤差だとは思うんですけど、うんうん、あのもう指と同時に動くじゃん。ラグがない。うわ、なんだこれみたいなっていうのは毎回感動します、僕は。へー、うおーってやってる、いつも。そうか、じゃあそこもちょっとね、ちょっと確かめてみたいですよね。そこはあの考えてなかったです。うん、そんなのが。ぜひぜひ。ああ、じゃあそれやってみます。なんかこれの撮影の最初の頃とか、au の撮影するたびになんかどれぐらい経ったかなみたいなので、最初の頃のこととか思い出したりはたまにしますね。すごい積極的に、やっぱり私がそんなに話しかけていくタイプじゃないから、すごくたくさん話しかけてくれて。確かに。みたいなことはあります。寒かったですからね。あ、その日、はい、寒かった初日。そうですね、はい、僕は裸足でアベマリアを歌う。あ、私は踊るみたいな。コンテンポラリーダンスでしたっけ？コンテンポラリー、何だったっけ？何ダンスでしたっけ？なんちゃらダンス部みたいな設定があって、なんか練習してましたもんね。もう今はどこに行ったのかわからない感じだけど、そういうのもあったなって思い。あの時はまだ普通でしたね、僕は。ギリ普通でした。ギリ普通？ギリ普通でした。何がですか？リアクションですね。あ、だんだんやっぱその
だんだん激しくなってきた、ね、中川くんとか、そうですね、お前小松杉が、中川大使が来た時ぐらいからちょっと、うんうん、あれ初めて、あれ初めて爪痕を残すって毎回言ってますもんね。すごい数秒の限られた一瞬で中での一瞬の画角の中でどれだけ勝負できるか、さすがです。確かにそれを思い出しますね、うん、あ、僕曲だ、うんうんうん、これ聞くとこの撮影がすっごいこの時聞いてたわっていう曲いっぱいあります、うん、ありますね、確かに。なんかプレイリストみたいなのをなんか、ね、その当時聞いてたプレイリストで、まあ、もうあの聞かなくなっちゃったりとかしてて、うん、ね、なんかあったっけかなプレイリストって、久しぶり何年かぶりに何このプレイリストって見つけて流すと、もうなんか記憶が蘇ったかのようにその時聞いてた撮影の、うん、苦労みたいな苦労とか、まあ楽しかったこともそうですけど、うん、あ、この時これ聴いてたなとかっていうのはすっごい思い出しますね、うんうん、ありますね、曲は、うん、私もでもよく何かを見て思い出すことは結構よくありますけど、最近思ったのはなんか海でめちゃくちゃはしゃいで遊んでる子供たちを見て、なんかああいうの私もあんなにははしゃいでたなっていうふうに思い出しましたね。ご自身の子供の頃、ちっちゃい時によくあの海連れてってもらってたんで、その時にその波打ち際で、うん、もうずっと何時間も遊べてたなみたいな。確かにね、ずっと同じことで遊んでましたよね、うん、何にもない、そのただ海ってだけで大人になっちゃった。今はなんかいろいろ砂つくの気になるなとかいろいろ気にしちゃって、焼けるなとか焼けるなとか思っちゃうけど、なんかそれは最近思いました。クラゲにむちゃくちゃ刺されてすごい痛かった。やばいじゃないですか、すっごい痛かった。刺されますよね、いつの間にか足やられてるんですよ、足の裏がズタズタになってたり、裏は痛い、クラゲで、なんか川とかで遊んだ時とか足の裏ずたずたになって、さ、ただの怪我じゃないですか、なんか岩場でわーやって、そんな気づかぬうちに足、うん、やっぱそれぐらいちっちゃい時ってもう夢中で遊んでる、うん、なんかお父さんがサーファーだったから、そのボディーボードに、私を乗せてくれて、波に乗せてくれて、わーみたいなで、また自分でボード持ってお父さんのとこまでこうやって戻ってまた波乗せてもらってっていうのをずっとやってたなって。そうやってるうちにいつの間になんかチクっていうのがないクラゲって、ほんといつの間にかなんか痛いなって思ってたらバーってなってるみたいな。朝早い時のメイク中とか、なんかもう信じられないぐらい眠い時ないですか？あのコクってなっちゃったりします、なんかもうみたいな最近で言うと最近で言うとお疲れなんですねだから眠気に負けちゃう、僕はもう時間関係なく夜中でもラーメン食べる。あ、一緒ですね。本当ですか、ラーメン急に食べたくなる。夜食を我慢できない、うん、食べるか食べないかみたいな選択肢になった時に、選択肢あるそこが長くなればなるほど、うん、結局良くない、うん、食べるなら早く食べた方がいいのに、うん、ちょっとそこ確かに、いや食べない食べたいっていう、うん、結果食べるみたいな。あ、それはあるかもしれないですねラーメンを頼んじゃいますね、醤油ラーメン、僕は。ああ、塩ですね、私辛いやつ、あ、やばい、赤いやつですね、赤いやつ、もうめちゃくちゃ辛そうじゃんっていうやつ、汗かきながら。ああ、いいですね。どんぐらい辛いのいけます？まだなんか我慢できる辛さ、でもめっちゃ汗かくみたいなやつが好き。辛いのは好きなんですか？まあまあ好き。おう、まあまあ好き、まあまあ好き。楽しみですね、じゃあ今後なんか激辛チャレンジみたいな他の番組、あ、激辛チャレンジもうなんかコーナーで呼ばれるかもしれないですね。いやいや、それはもうNG
高校中学の時に買ったマフラーと、うん、高校の時に使ってたハンカチは未だに使ってます。あ10年以上物持ちがなんかどうしても手放せなくて何回も洗ってるから それに対しては一途なのかなと思います。 愛着やっぱりなんか新しいの買ったりもするんですけど、だからさよならするっていうことができなくて、もうずっと多分一生持っときたいなって思って持ってますね。ボロボロないようにどっかにしまっとくっていう。あ、いや結構使っちゃってます。あ、もう使ってるんですね。はいはい、そっか、確かにボロボロになっていくん、いきますね。ずっと好きな食べ物聞かれたら、うん、唐揚げっていい、もう高校の時くらいから言ってて、今もずっと唐揚げが好きなので、うん、唐揚げ揚げますしね、揚げますしっていうのは、はい、そこぐらい、うん、そこぐらいそこぐらいかな。唐揚げの魅力、美味しいこの皆さん、あのなんかまずいなって唐揚げってそんなくないですか？ある？まあ別に大体美味しい、大体美味しいで、そこがいいなって思います。怒ることありますか？まず僕ですか、うん、いや、さほどないです。うん、私もあ全然なさそう、怒ること。うーん、なんかムカぐらいムカいらなんかもやぐらい。うん、怒ることはあんまないですね。うん、気持ちはもしかしたらちょっと怒ってるかもしれないですけど、うんうん、言い方は全然別の言い方になってますよね。あ、友達とか、友達と過去僕は弾丸で沖縄行ったことあったりしました。うん、朝6時ぐらいに空港集合に行って、うん、5時半くらいか、当日、はい、で電話かけて、電話かけて、お前ふざけんねって言われながら、あ、あるじゃないですか。で、その時はまだ行き先決めてなかったんですよ。でとりあえずお互いお金下ろそうって、うん、で何怖い怖いっつって、カウンターの前に行って、その受付の方が、じゃあどちらまででしょうか、うん、何名様2人です、どちらまで、パッて上向いて、パッて一番最初に目に入ったのが那覇だった。うん、那覇で2人、うん、でチケット取って、マジかよどういうことだよいつのまま飛行機乗って2時間、まあ3時間後ぐらい、ね、中に着いて、うんうん、さっきまで東京いたのになみたいな話して、うんうん、っていうのがありましたね。でその日に帰ってきましたけど、楽しい思い出だ、日帰り、うん、結果相手からしたらとんでもなく振り回されてますからね。いやでもなんかいいですね、そういうの、ちょっと憧れる、うん、うんうん、困るって言いつつも、うん、絶対楽しいと思います。おかげでめちゃくちゃ思い出にはなりましたね、うんうん、語り継がれる後でね、うん、何にも出てこない、何も出てこない大丈夫ですか、生活の方はちゃんとできてるんですか？生活がですか？はい、生活はちゃんとできてると思います、うん、どこでなんかちゃんと感情の起伏はちゃんと維持できてます か、 大丈夫ですか？感情の起伏大丈夫ですか？あ、そんなになんかもうまあツーって感じでツーすぎて何もない。無事であればいいんですけど、はい、無事です。あ、よかったです。ということで怒ることも別に怒られることもない、特にない。勝手すぎるって思うことも別にないし、思われることもない。思われてるかもしれないけど申し訳ないです。いい、仕事頑張ってください頑張ります休憩もゆっくり取ってくださいね。あ、もうあなたも